ヒルジン富士のゲーミングメガネ。ありがとうございます。あれ、はい、捨てたんじゃないの、ちょっと待って、サチアレ。え、使ってるサチアレですか、うん、え、使った。あ、本当に、あ、サチアレ。そうか、そう。ちゃんと顔出し配信なくても、こう、サチアレ。あー、ちゃんとやってんだ。私、富士さんも使ってく、富士さんも使ってください。嫌ですよ。はい、ということで、はい、今週1週間あったゲーム事情について、178センチのヒロチンと132センチの富士さんが話し合うというラジオになってます。いつもありがとうございます。46センチ差だぜ。おい165あるわ、ちゃんと165。え、嘘だ !165 もあるわ、なんと。え、富士さん165あるんですか ?165 あるよ。え、嘘小学校6年生ぐらいですもんね。違う違う、誰が小6だよ。誰が12歳だよ。なんか子供たちの下校の時間と被るともう分かんなくなっちゃう。ちょっとね、やっぱちょっとの差がね、大人ってね、大きくなるのよ。はい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 、はい、うん。あのさ、モデルの大塚真由里さんっているじゃん。あ、いますね。めちゃくちゃ俺よりでかいイメージあるでしょ。なんか。あ、まあ、確かに。まあ、俺実物見たことないですけど、うん、まあ、175とかなんか。168か9ぐらい、確か。だかまあ、俺より大きいけど、そんな、はいはいはい。ぐっとでかくないっていう。いや、大きいんじゃねえかよ。大きかったわ。いや、意外と小さかったんですよ。俺より小さいですよ。友達の、うん、そう、俺より小さいですよだったら分かるけど、でかいじゃん。ちゃんとやっぱモデルさんですから。ボロ負けじゃん。ヒール履いたら終わりじゃん。はい、でヒール履いてるからかな。いつもやべえです。でかいってなってる。はい、そんな話でございますけども。はい、ということで、今週なんかありました、富士さん。あ、今週のね、まあニュース、ちょっとこれはね、まあ、おめでたいのもあるし、そこからちょっとこう、はい、いろいろね、あの、お話ししたいことがあったんですけど、あの、うん、ポケットモンスター、ブリリアント、うん、ダイヤモンド、とシャイニングパール、まあ、ダイパリメイクなんて言われてますけど、これがなんと ね全世界で600万本販売突破、やっぱすごいっすね。いや、すごい人気、ポケモンすごいね、はい、まあでもやっぱさ、うん、もちろんねすごいことだし、まあ、それぐらい売れるあれじゃないですか、あの、うん、タイトルじゃないですか、なんですけど、うん、まあ結構巷でやっぱ聞くのが、まあ、はっきり言うとちょっとバグが、いや、もうその話しか聞かないっていう多いというね。なんかバグ、なんか僕らツイッターとかって、まあ、ゲーム系の知り合いとかゲーム系のツイッターをフォローしてることが多いから、うん、ゲームのトレンドのやつがで、うん、フォローしてなくても出てくるじゃないですか。はい。で、なんかダイパが発売してその1週間ぐらいはもうなんかな、ポケモン無限増殖できました、うん、動画ツイッターにポン、はい、とか、なんか空中に受けますここドーンとか、あのジムすり抜けれますとか、そうそうそう、なんかもうそんなんしかなくて、そう、そのポケモンユーザーたちはそれどう思ってんのみたいな。いや、そうなんですよ。で、うん、まあ実際内容もね、ポケモンってさ、俺らもサンムーンじゃねえや、とソードシールド結構やってさ、まあ、だいぶ時間かけて、まあ、そのポケモンっていうものをちょっと真面目にやったら、いろいろ大変なことが分かったじゃない。こ、う、れ、ん、がこう大変だとかさ、ポケモンはね、意外と奥深いゲームですからね。うん、それを、なんかそれをも揺るがすぐらいのバグ、うん、ってのが。だからもう、その、厳選とかいらなくなるぐらいの。なんかね、色違いすらもなんかね、あの、自然に出せるみたいな、あったりするっていう、まあ僕も深くはちょっと読んでないんですけど、そのバグの内容に関しては、まだバグが多かったという結果にはなってたんですよ。いや、多い ね、うん、バグね。ただ、うん、だからダメなんじゃないかじゃなくて、600万まず売れてます。はいはいはい。ですし、この前ね、先日かな、パッチが当たったんですよ、確か。アップデートされたんですよ。うん、その結果、アップデ前のライパーリメイクが、うん、今、高価格で取引されてます。ああ、はい、アップで入れないバージョンね。入れてないデータの、あの、ダイパリメイクというか、まあ、のデータなのかな。はい、はい、はいはい。まあ、あんま良くないことだよ。そんな高くなることがあるんだ。その形式で。そうそうそう。そのデータを、まあ、あの、そういうこと取引するのは良くないことなんだけど、まあ、はい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 、そういう風に扱われてるっていうところで、すごいな。そう、結構ね、それこそあの、ちょっとまあ、またこれも闇っぽい話なんだけど、PSP、うん、あったじゃん、うんうん、昔。PSP、うんうん、も、あの、なんかね、やっぱ初期版って結構その、あの、ね、セキュリティがちょっと疎かったせいで、疎かったんですが、うんうん、まだそんなに完璧じゃなかったのかわかんないけど、まあ、結構勝手になんかこう、アプリ、違法アプリを入れるとかできたのよ。なんか、やってるやついましたね、うん、そうそうそう、中学高校の時。ダメなことをね。そう、うん、それ、やっぱその機会ってちょっとやっぱ、その、なんつうの、値崩れしないというか。はいはい、なんかその後出た薄型とかは安いみたいな。はいはい、なんか 3DS とかでも、うんうん、そのなんか1個のソフトになんか6個ぐらい入ってる、ああ、そうそうそう、よくないやつね、持ってて、え、それ何？
それは、そう、わかんないですよ、子供だから。そう。違法なの、それ。いや、違法でしょ、それ。結局違法だし。結局ね。まあ、ダイパリメイクも、まあ、ダイパリメイクに関しては違法ではないんだけど、例えばやっぱアップデートを入れてるってことは、ね、その、こっちが正式ですよっていう。ものに対して正式じゃない方に価値がついてるっていうのは、ひいては、やっぱその、バグっていうものも、ゲームの魅力の一つなんじゃないか。ああ、なるほどね。はい、これで私たち、今回ちょっとね、話し合いたいのは、バグがある、まあ、もしくは、多い、有名なゲーム、ありかなしか、ですね。ああ、はい、なるほど。ね。それね、種類にもよるよね。いや、そう、まず多分前提で、ヒロチンも話したいと思うのが、対戦ゲームかどうかなんだよ。はあ、なるほど。今って、なんでこんなバグがどうたらとかって、昔ってね、バグって笑いながら遊んだと思うんだよ。はい、はいはいはい。ポケモンで多分、ポケモン赤緑やったことある人で、バグやったことない人って多分、2% とかしか、もっと少ないかもしれない。まあなんかその、うん、ね、ワザップみたいなね。そう。ありましたよね。ポケモンでね、バグで遊ぶって、まあ悪いことかって言われたらさ、まあ別に遊ぶだけだったらいいじゃん。ゲームなんて遊び方って人それぞれだし。はいはいはい、はいうん。なんですけど、やっぱ今このオンライン対戦ってものがあって、ランクマッチとかね。勝ち負けを数値化して競い合うっていう、まあ、それこそ e スポーツだって競技ですから。っていうのが、まあ、こう主流になってる、このご時世にそういうことできちゃうのは、ちょっとっていうのはやっぱあると思うよ、絶対。それこそやっぱ、エイペックスなんか多いじゃないですか、めちゃくちゃ。それを加味しちゃうと、やっぱ、あんまり賛成派いないんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうかね。いや、別にその、対戦ゲームは、まあ言うて、そのルールが決まってて、グリッチとか使っちゃダメじゃないですか。まあグリッチ使っちゃダメもよくわかんないけど。俺はその話で言ったら、使える状態のゲームが悪いって思っちゃう。使わないのはもちろん。なるほどね。はいはいはい、使わないのはもちろんなんだけど。いや別、その、まあゲームが確かにそれができるっていうのは、その、管理してるゲーム制作会社のせいだと思うけど、まあそれを使うやつも俺は悪いと思います、ね。まあもちろんね。そうでもシンプルにそのバグとかは俺は全然あり、バグが存在すること全然配信者として面白いし、まあねそううん、バグなんて全然ねスパイスよねなんなら、まあ、対戦ゲーム抜きの話ね対戦ゲーム抜きの話で、バグとかはもう全然ありもうイラつかないまあでも最初に言ったその種類にもよるって言ったのは、例えばそのミッションが進まないとか進行不能バグねそう進行不能バグはきついけど、例えばなんか昔の PUBG みたいに車と車ひっついてバーンって爆発して上にぶっ飛んでっちゃうとかねそうピャーンって飛んでくみたいな、あんなめちゃくちゃ面白いじゃないですかそうだよねうんでなんかサッカー選手がやっぱこうやって走ってたら面白いもんねやっぱそうなんかバグ集とか見ちゃうじゃないですか見ちゃう、うん、スケートねだからなんかそのとか PUBG とかもなんかちょっと寂しくなったなってその e スポーツより、まあね、e スポーツよりになってって、なんかちょっと面白くなくなったというかいっぱいユーザーからしたらねって思う部分はあるとね、まあ、って思う部分はあるんで雑な部分の代名詞だもんねバグってなんかそうですね。俺はバグ大好きですね。そう考えると。それはなんかバグを悪い風に使うとか。そう。悪用できちゃう環境だからこそ今やっぱダメってなってんだよね。それはしないけど、バグはどんどん。なんかだから、アーリーアクセスのゲームとかの方が好きですね。変なバグめちゃくちゃ残ってるみたいな。そう。なんか、アークでもあったんですけど、人間バッグって、人バックみたいなのがあって、その人間って、そのアーク、マイクラは違うか、重さないか、アークは物持ちすぎると遅くなるじゃないですか。こうやって歩きが遅くなっちゃう。でも、バーンって気絶させて、ぐるーって寝ると、それ引っ張ったら無限に物持ってるんですよ、そのスタック分。だからもう、本当だったら動けないぐらいの重さ。そうだからめっちゃ鉄とか持って。殴ってっつって、バンって殴って、気絶させて、持ってって、みたいな。それバグっていうか、なんか多分間違った仕様です。で、なんかそのサーバーの問題で、なんか新しいキャラとか入れると、なんかその、もう絶対にログインできない人間袋が出来上がるんですよ。だからそれを、椅子に座らせて、手錠つけて椅子に座らして、マジで、チェストとして使うんですよ。そう口の中にね。そう口の中に鉄鉱石バーって入れて
鉄持っててみたいなことしてたんですけど、それも結構1年前か2年前ぐらいのアップデートで、なくなっちゃって、ちょっと寂しいなみたいな、まあ、効率も悪くなるし。やっぱでもそれは、その効率って部分で、やっぱずる、うん、その、制作側が意図してなかった、まあ、意図してないんでしょうね。攻略だからっていうことなんだろうけど。そうそう、まあバグとはちょっと違いますけど。うん、でもさ、でもなんか俺は、バグがいっぱいある方が、ちょっと愛らしいというか、うん、ゲームとして。今ね、しかも今の時代はそういったアップデートで直せちゃうからね、すぐ。うんうんうん、結構あるのよ、その、リメイク版とかリマスター版はあの時のバグ使えませんみたいなさ。はい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 。うん、ありますね。結局でもほら、RTA とかさ、ゲームの、あんな、うん、バグ、バグありき、うん、そうそうそう。な部分結構あるじゃん。だからもう RTA の奏者とかはもうかわいそうですよね、最近のゲームとかアップデでどんどんなくなっていっちゃうから。まあね。まあ、だからこそその古いゲームもありな、RTA in Japan とかはやっぱ楽しめてるのかも。だから昔のゲームをね、結構やることになるんでしょう、ね、あの、解説で、あ、そんなバグあんのみたいなのを解説したときめっちゃ面白いもん、ね。はい、はい、はいはい。そうですね。ここで、後ろ向きで、あ、成功しました。はい。まあ、頭からこれ入ることによって、スピードが 0.3% 多くなる。速くなる。みたいな。で、時々プレイヤーが訂正するので、あ、1.4% です。あ、そうですね。そうですね。バージョン B だと 1.4% になりますね。すいません、1.4% でした。あれ面白いよね。そう、バグを淡々とね、解説してバグって、やり込みの中にも入るからね。やり込んでやり込んだ結果、見つけたバグとかもあるしか。まあまあ、その、バグを残すか残さないかで言うと、多分直していった方がいいんだけど、うんうんうん、それやっぱ、わざと残してるわけじゃないじゃないですか、バグって。まあもちろんね、そう。その作ってる工程の中で生み出ちゃったもんだから、うんうん、それは、それでちょっと楽しみたい。そうだね。そのユーザーは多分、その結構、まあ僕らここの二人の話ですけど、ユーザーは思ってるよりバグを鬱陶しく思ってないというか、本当に逆に楽しめる要素としてるっていうのもあるし、さっき言った進行不能バグとか、そのゲームのもう魅力がなくなるようなバグはダメだけど。はいはいはい。うん、そういうのはね、あってもいいんじゃないかな。いやだから、今これを見てる皆さんが、はい、バグがあるゲームはありかなしか。うん、ああ、確かに。お願いします。ね、まああと好きなバグとかも書いてください。このバグ好きでした。このゲームのこのバグめっちゃやってましたみたいな。やっぱえ、グラセグのコマンドってあれは、あれはチート。てかチートっすよ。あれは、しかも公式チート。グラセフ側が出してるチートっすね。グラセフ側が残したチート。バンジョーとカズイとかと一緒。はい、バンジョーとカズイとかと一緒、ね。そうそうそう。あれはまあ、はい、裏技かな。どっちかっつうと。はいはい。バグっていうのは本当にそのカセット半差しにしたら、ジューって言いながらキャラクターがめっちゃ速くなるとか。はいはいはい。でもあれですからね、バグの話だからちょっとせっかくなんで話しちゃいますけど、ストリートファイターとかの格ゲーのキャンセルってあるじゃん。はいはい。あれってバグだからね、元。そう、構築キャンセルとか。しゃがみパンチをしてるときに波動拳のコマンドを打つと、しゃがみパンチが戻る前に波動拳が出ちゃうっていうバグだったの、元。でも面白いってなってそのまま残してキャンセルっていう概念ができたし、はいはいはい、あとFF の結構過去作通過すり忘れたけど、なんか飛空艇っていうその乗り物、はいはい、すっごい速さでビューンって飛べるんだけど、はいはい、それってゲーム内のそのなんかなんだっけな、ゲーム内のその数式だと作れないスピードなんだけど、あえてバグでうーって速くなるバグを意図的に起こすっていうすごい。コードで作ってるとかもあるから。まあ、それこそ Apex のこの間問題になったタップストレイフとかも。まあね。制作者側が意図してない動きなんで、バグの分類に入れるかもしれないですね。言ってたけど、でも、あれがすごいいい技術。あれの、あれがあったからこそちょっと流行ったもあるわけじゃん。Apex。まあ、やっぱそのバグっていうよりもなんかそのユーザーたちの、その努力の結晶みたいな。うん、研究の結晶みたいな。そのデータの隙をついた。そう努力の結晶みたいなね。部分もあるんでね。まあ、バグを一切なくすってのは無理なんでね。ちょっとね。バグは、ちょっと楽しんで、このゲームをやってみてはいかがでしょうか。はい、ぜひコメントお願いします。はい。ちょっと次のニュースなんですけど。はい。ヒンドゥー教徒の政治家が、新女神転生に抗議。はい。神々や女神を悪魔として登場させることは冒涜。おー。今更今更いや、まず、女神転はそうだけど、はい、いくらでもあるじゃん。化け物になってるというかさ、千葉っていう化け物がいるとかさ。はいはいはい。まあ、あの、メガ転生の、その、悪魔、ボス、はい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 、敵みたいなのが、なんかその、象の
あガネーシャとかね、はいはいはい、ガネーシャとか、うん、なんかそこら辺のやつを使って、まあ、ちょっとあっち側の、まあ、まあ全員ではないと思うんですけどヒンドゥー教のその政治家さんなのかなこの人あがちょっとその化け物にすんじゃねえぞと神様そ う, うちの神様悪魔を神様を悪魔に例えるのは、まあまあ、男だよって言うんですけど俺これを聞いた時に、うん、一番最初に出たのが、うん、あのガンツの千手観音なんですよあれガンツってあのもうクソ化け物本当に残虐な化け物をあのはい、倒すことで死んだ人間が生き返れるかどうかの話みたいなね。そう、うん、奥博弥先生のガンツのあの千手観音っていうキャラがいるんですけど、うん、そいつはもうスパスパ人殺すんですよスパ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 みたいな神々しいとかじゃなくてもう化け物だね普通そうそう化け物、うんうん、だからそれこれ見た時にあ日本ってすげえ寛容だなと思ってここら辺にあまあ、確かに、まあ、あの、日本ってよく言われるけど、うん、宗教に関してのちょっと感覚が違うというか。無宗教はなんかね、多いですよね。うん、無宗教だし、その仏教とかって言っても、うん、なんその仏教の教えが絶対っていうよりは、うん、生きる上でその仏教というのをこうなんかうまく取り入れるみたいなイメージじゃん。だからなんかそれ仏教とかより占い師とかの方を信じますもんね。ああ、確かに。何教かわからんけど。いや、あれは教とかないでしょ、あれ芸人とかの言ってることを信じてるんですよ。芸人の占い師ね。いや、俺、芸人の占い師で、うん、俺、プライドチキンっていうコンビを前組んでたんですよ。はいはいはい、はい。で、神保町花月っていう、その若手がいっぱい出る劇場があって、うん、それの年越しで、うんうんうん、あの、ま、結構有名なね、芸人の占い師さんが、はいはいはい、占ったんですよ。その若手芸人50組ぐらい。それの1位が俺らだったんですよ。あら。で、うちの相方が、あの、もう、なんだったっけな留年なんかその、今年一年、めちゃくちゃ人生において、起点になる一年。なるほど。で正直、もうこれで売れなかったら、もうあなた辞めた方がいいです。っていうぐらい。大事だよ。いい一年で、うん、で、俺らやばいなと思って。まあ、若手だしね、しかも。そう。その時。これ、しかも50組中1位。これ1年頑張るぞと思ったら、半年後に相方が辞めたんですよ。そういう意味では起点だったんじゃないか確かに人生の起点ではあるけどその時ビリだったのがあの3時のヒロインそうかなちゃんかなちゃんが かなでっていう、うんうん、その3時のヒロインのかなでって一番デブの女の子、うん、かなちゃんが同期なのあのまだピンだったのあなるほどピンでビリでしかもその占い師の方はあなた今なんかトリオかコンビ組もうと思ってますよねでその時俺は知ってたんですよあの福田さんとか入れてトリオ組むかピンか悩んでるんですよみたいなかなちゃんが言っててめっちゃ当たってんなと思ってはい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 、はい、ただあなた組んだら失敗しますってかなちゃん言われてたんですようわ絶対でかなちゃんトリオ組んで、うん、爆売れはい今爆売れ今タンタン西タンクリニックはいそうそうでございます、はい最初に出てくるのはやっぱそれですね。うん、いや、だからでも俺、占い師はね、ちょっとあんま信用できない。いや、俺と西澤、占い師の先輩にあの名前、姓名判断してもらってんだよ。芸名。でも、マスカタさんね。そう、で、マスカタさんはね、なんか、その、もう本人も言ってたけど、うん、やっぱ、うん、あその、心が構えだってたから、もう、未来予知じゃないからって。うん、どうしても、はい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 、でもね、当たってたよ。マスカタさんは。当たってたって言い方もおかしい。いや、だから、多分、その、一応、かなちゃんも当たってるじゃないですか。コミックもっとしてますよね、とか。まあ確かに、そういうのはいいけど。そうそう。だから逆に当たってたんじゃない？俺らが1位で、かなちゃんがビリってのが、逆になんかその人の味方とか、ね。逆だったっ、ね。逆だったっていうだけで。あの、この先をこうしろはいらない。いらないっていうか考えるのは自分だけどってことだよね。こういう今状況であんたはっていう。いやでもそうそうそう、そういうのがあるけど、やっぱ日本は仏教的な部分で。うん、でも、うん、どっちかっていうと俺、バラエティに対しての、なんつうんだろうな、その、常識化というか、その、うん、いじりが、なんつうの、やっぱ、ほら、海外ってさ、頭叩くだけでめちゃくちゃ切れるとかさ、ああ、はいはいはい、はい。やっぱ、家族のこと言ったらもう、殺し合いになるみたいなさ、殴り合いになるみたいな、うん、よく聞くじゃん。あ、ありますね。でも日本ってなんかさ、そこなんか、お会いで済ませなきゃ、みたいな場面とかあるじゃん。なんか、イメージとして、ね。空気を読むというか。ああ、そうそう。まあ、それが悪くなっちゃったのが、KY だとかっていうので、あの、いじめにつながるとかあるけど、うん、
なんかさ、ほら、ちょっとそれこそだから、ヒロチンが言ってた今、その、千住観音かとかもそうだけど、織田信長がさ、織田信長が、女体化ね、女体化。織田信長の本があるの知ってる？あ、織田、全部、織田信長が全部載ってる。あの、今まで。織田信長全部。だから、その、俳優さんが演じた織田信長、ね、で、あの、史実の織田信長、はい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 、あと、あの、美少女化した織田信長とか、あの、化け物、ドラゴンになった織田信長とか、そういうのが全部載ってる、織田信長辞典とかあるんだけど、何でもね、変えちゃうから、今。そうでさ、そういうのにしたときにさ、あの信長、仮にすんなよってならないじゃん。なんないね。そう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 。鬼武者とかだって。わかんないよ、でも、織田信長の大ファンは、織田信成は思ってるかもよ。織田信成が一番思ってないだろう、多分。笑って見てるだろう。わかんないけど、でもやっぱそこにさ、言わないじゃん、絶対。言わない。そうそう、言わないし、それこそその大、なんか大仏がさ、どうたらこうたらとかも言わないじゃん。うん、でも来てんのかな。だからこれも別にピックアップされてるけど少数派の意見じゃないですか。言うて多分少数派だと思うんですよ。まあ、言った人がちょうど偉かったというかね、その発言力のある人にとってのあるかもしれない。ただ日本はその辺寛容で、うん、僕はすごいなんかその無宗教がどうのこうのあんま良くないとか言う方もいますけど、うん、なんか別に寛容でいいんじゃないかと僕は思いますね。まあなんだろうな、それだけ魅力的って意味だとは思うしね。うんうんうん、その映像としてというか、やっぱガネーシャってあの像がさ、きらびやかな、はいはいはい、あの衣装を着て、で、ここになんかこう、かぶとかぶってて、かっこいいじゃん、ね、まあ、なんかすごい、荘厳な感じがするから、それをこう、うん、まあ、モンスターって言い方になっちゃうけど、にしたかったっていう、デザイナーさんの、から魅力的だったっていう意味ではあるじゃん。うんうんうん、うん。まあ、そこがちょっとだから、難しいとこではあるよね。まあ、そうですね。まあ、でも、人の、その、なんか、信じるものとかをバカにしなければ。まあ、これがバカにした結果なのかもしれない。バカにじゃないけどね。まあ、そうね。難しいね。うん、でも、バカに難しいですよね、これに関しては。受け取った側だから、それは。で、まあ、でも、もしこの感じが日本に浸透したら、真っ先に多分、フェイト GO が多分なくなるんじゃないかな。フェイト GO。だって、アーサー王とか、あの、今、ビキニとか着てるけど大丈夫。マイクロビキニみたいなの着てるアーサー王とかいるけど。一発で終わるね。そう。一発で終わるね。アーサー王なんてしかも伝説じゃないんだから。本当にいた人なんだから。あのね、ヨーロッパとかのなんか、時代を作った人とかがさ。確かに。まず一発目はアーサー記念館から怒られる。そうそうそう、怒られたりもするし。かもしれないね。皆さんこれについてどう思いますか？ぜひコメントで。そうですね。よろしくお願いします。はい、それの好きかどうかとか、そういう話も、ね。はい。ということでですね、はい、ちょっと皆さんに、謝らなければいけないことが、ゲーミングメガネちょっと初のちょっと不祥事ですかね、これは。はい、不祥事なんですけど、はい、今週1週間、はい、転売のニュースがありませんでした。すいません。転売撲滅メガネとしてやってきましたこのラジオも、ついにちょっと、そうですね、転売の話をしないという、本当にこれはもう怒られてもしょうがないことだと思いますので、いや、ちょっとこの撮影する前に、はい、富士さんと、もう今週どうするって、転売のニュースないけど、やめとくって。はい、ちょっと病気で、病欠したことにして、今回なしにしようかと思って。たんですけど、はい。ちょっと、一応取って。そうですね。まあ皆さんに、こうやって真摯に、はい、皆さんの意見を真摯に受け止め、はい。今後も、来週は必ず、来週は必ず転売の話持ってくるんだよ。一放送一人以上やっぱり転売屋を消すという気持ちでやってますので、はい、もしだから なかったらもう僕らでなんか火起こすんで、メルカリとかでなんか起こして、なんかちょっとね、そう、ちょっと PS5 安く転売屋が転売屋がなんかちょっとこう調子乗るようなことしたりとかしてするんで、秋葉原に探しに行くんだよ。捕まえてくるんで、首根っこ。はい。転売屋コラ、脱コラ選手権やるんで。はい、ぜひ。すみません、見るのやめないでください。はい、すみません、お願いします。はい。はい。ということで、今週はここまで。はい。皆さん、のお話はお眼鏡に叶いましたでしょうか。皆さん、来週もよろしくお願いします。さよなら。さよなら。